皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。ちょっと動画を出すタイミングが遅くなってしまったんですが、先日2月の11日に行われました、いわき市アムナイトセンターでの体験発掘、大人のための体験発掘と呼ばれる、特別の体験発掘だったんですけれども、これはですね、いつも掘ってる一番下のところじゃなくて、その上の段、高いところに上がっての発掘ができるというところだったんですけれども、当日ですね、2月11日の、前の日の夜から、自分家の家の辺りはちょっと結構雪が降ってきまして、おや明日大丈夫かこれって思ったんですけれども、まあ翌朝本当に、うちからその会場のアムナイトセンターに向かうまでにはちょっといくつかこう峠を越えるんですけれども、2つ峠を越えるくらいまではちょっと雪が残ってて、路面もこうツルツルの状態で、本当に運転するのが怖いくらいだったんですけど、まあちょっと結構それで、会場着くまでに時間がかかっちゃいまして、で本当にね、スタートが10時からだったんですけれど、まあそれは本当にギリギリ直前に到着してしまったので、本当にそのスタート、みんなこう一斉に始まろうとするときに、ちょっと準備が間に合わなくて、そこからちょっと2、3分遅れて、始まるような感じだったんですけれども、でこれがですね、午前6時のスタート直後の映像なんですけれども、このね、普段は絶対に見れない、こう見た目にこう人が上がっていくというような状態なんですけれども、この結構急な端っこの方の、まあ、セメントのこうなんか坂みたいなところと上がっていく感じだったんで、まあ、ちょっと怖い感じがしてたんですけれども、で午前中はですね、まずは2段目の、まあ、壁ですね、壁の方をちょっと狙ってみようということで、掘り始まったんですけども、まあ、こう2段目の上の方はですね、本当にもう手つかずですから、もうこれは発掘もされてないし、まあ、整備もほとんどされてない状態だったので、本当に雨ざらしの状態だったんで、本当にもう風化が結構進んでまして、もうハンマーで、最初こう軽くコンコンって叩いてみたんですけども、それでもバラバラになっちゃって、さらにまあこうハンマーなんか使わないでこう手でこうグッと掴んだだけでもこうボロボロボロって崩れちゃうような、本当にもう、まあ、砂が若干水で固まったようなだけの状態で本当にボロボロだったんですけれども、だからもうタガネをほとんど使わずにこうハンマーの尖ってる方をこうだんだんだんとやるだけでも、まあ、削れちゃうくらい簡単に掘れるところだったんですけれど、ただし化石があんまり入ってなかったですね、入っててもたまにイノセラムスがちょっと出てくるくらいかなというくらいで、まあ、ほとんどこの壁のところには化石が見つけられなかったんですね。はい、で次に、この壁じゃなくてこの床面ですね、2段目のその床面をちょっと掘ってみようと思って、でその2段目の床面っていうのはアムナイトセンターのこの建物の中にある、この展示されてるかの露頭ですね、あの露頭とまあほぼほぼ同じ高さのところなんで、運が良ければまあこうアームライトが結構こう出てくるはずの走順なんですよね。なのでそこをまあこうじゃん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 こう掘ってったんですけれども、まあこの床面は結構ちょっとこう掘るくらいでこうカチカチになってきたんで、まあその後はまあタガネとかを使ったりしてこう掘ってみたんですけれども、やっぱりなんかなかなか風には出てこないなっていうところで、掘ってた時にちょっとちっちゃいノジュールが出てきたんですね。ノジュールが出てきてこう何ぞやこれという感じでこうぐるっと回してみたら、ノジュールの表面にこう細い筋のようなものが浮かび上がってたんですね。これはもしかするとアンモナイトが入ってるんじゃないかと期待したんですけれども、まあ、その時にちょっと職員さんに見てもらったんですけど、まあ、これはもしかするとアンモナイトじゃなくて、セイコン化石かもしれないなと
いうことだったんですけれど、まあ、割ってみないことにはわからないんで、まあ、その場はちょっとね、まあ、ノジュラクもカチカチで硬いんで、割れなかったんで、まあ、ちょっと後で割ってみようってことでそのまま置いといたんですけれどもね、はい、でこの2段目の掘ってるところ、この床面っていうのは、まあ、この壁からこう床が、まあ、1メートルくらいの幅があって、でまあ、その下の段のいつも掘ってる壁があるわけなんですけれども、まあ、この映像をちょっと見るとその奥の方のこう下ってるところはちょっと見えてないので分かりづらいかもしれないんですけど、この掘ってるところのすぐそこはもうこうガクンと落ちてるところなんで、ちょっとうっかりするともう、ね、滑って落っこっちゃうぐらいのところなんで、まあ、気をつけて掘ってたんですけれども、でまあ午前中はですね、あんまり成果が上がってませんで、まあ、イノセラヌスはまあ置いといてということで、まあ、見つかったのはピオトリゴニアのちょっと大きめの化石とかくらいで、こう目惜しいものは見つからなかったんですけれども、ただね、午前中、自分が掘ってたところよりもちょっと低い方の2段目では、結構大きい、まあ、30センチから40センチクラスのメソプゾシアっていう、まあ、アンモナイトがあるんですけれども、それが出てきてましたね、はい、まあ表面は結構剥がれちゃってたんですけど、まあ、綺麗に保護線も見えてたりする、まあ、結構大きいやつだったんで、これはまあ素晴らしいなと思ったんですけど、まあ、その他にも、まあ、一部メソプゾシアの一部だとかが出てたみたいですね、はい、ただまあ自分のところにはちょっとね、出てこなかったんで、まあ、残念だったなと思ったんですけれども、でまあ途中で出てきたそのノジュールですね、あのちっちゃいノジュールを、まあ、あわよくばアンモナイトが入ってんじゃないかと思って、まあ、昼休み、まあ、昼の間にこうガンガンぶったたいて一応割ってはみたんですけど、まあ、残念ながらアンモナイトは入ってなかったですね、はい、これあのノジュールの中にアンモナイトが入ってたりすると、こう叩いて割るとその綺麗にそのアンモナイトの断面のところでこうパカッとこう割れるとは思うんですけど、まあ、最悪ちょっと割れる面断面がずれちゃったとしても、そのアンモナイトが入ってればアンモナイトのこうなんとなく存在がわかる、アンモナイトの断面がこう見えるはずだったんですけど、まあ、全然見えなかったんですね、本当にただ単なパッと割ったらこうのぺっとした表面の石しかなかったということで、あ、これはちょっと期待外れだったなという感じでしたね、はい、で午後の部だったんですけれども、まあ、午後の部も上に上がって掘ろうかなと思ったんですけど、まあ、午前の部に落とした岩とかがあったんで、まあ、その以前にもね、その高いところから落とした岩の中から、まあ、アンモナイトが見つかったりしてたことがあったんで、まあ、それに期待を込めて、まあ、午後は、上から落としたこう岩をちょっとこう割ってみてたりしてたんですけれども、まあ、結果から言うと、アンモナイトはほとんど見つかりませんでした。というのは、一応アンモナイトっぽいやつが2個を見つかってるんですけど、はい、一応ここにありますけど、ちょっと映像的にはちっちゃくなっちゃうんで、拡大図を、まあ、出そうと思うんですけど、ここにアンモナイトっぽいものが見えてるんですね。ここにね、ちょっとくるっと巻いてるような化石があって、まあ、アンモナイトっぽいんですけど、まあ、これはちょっとあの本体が外れた印象化石の方かもしれないんですけど、まあ、アンモナイトっぽいのは一つ、それから、こっちは間違いなくアンモナイトだと思うんですけどね、ここに一応アンモナイトっぽい、まあ、これも痕跡、まあ、成痕化石かもしれないんですけど、まあ、拡大してみるとなんとなく保護線っぽいのが見えるんで、まあ、これアンモナイトかなというところで、まあ、ちっちゃいアンモナイトが2つばかり出てきましたね、はい、でまあ午後の部その落とした岩を、まあ、全部はちょっと割り切れなかったんで、
まあ、これ座ろうと思って、残してきました。はい。で、まあ、その後はですね、まあ、いつも一緒になる、これ常連さんと一緒に、こう、上段の出っ張ってる岩を必死にこう落として、まあ、今後に発掘につなげようかと思っても、ドドドッと落としてて、まあ、それで、まあ、時間切れになっちゃったんですけれども、まあ、この映像ですね、まあ、普段の発掘では本当に、絶対に見られない光景ですからね、本当に。普段掘っちゃいけないロープの上をガシガシ掘ってるし、2段目には人が上がってるしというところで、でまあ発掘、まあ当然とこうの部分があって、まあ3時間、散々こう掘ってき、たわけなんですけれども、まあ成果っていうほどのものちょっと上げられなかったわけですけれども、まあ午前の部は上段で掘って、この部はまあ下の段からまあ上の段のまあ中間地点あたりをこうガンガン掘ってガラガラこう落としてたんですけれども、まあ3時間かけて並べたものは本当にね、まあゴミくずみたいなこの瓦礫の山だったんですけれども、まあ瓦礫ではありますけど、まあその中にねお宝がこう隠れている可能性もあるので、まあ今後の体験発掘でまあこう割ろうと思ってどん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 落としてたんですけれども、でまあ、実際にまあこの体験発掘があった2月11日は火曜日だったんですけど、まあ、その後の土曜日に体験発掘に行ってまして、その落とした、瓦礫を実際に掘ってきました。なので、まあそれについてはですね、また別の機会に動画を出せればなと思うんですけれども、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。また化石の体験発掘の、まあ、最新情報なんかは Twitter、Instagram で、投稿したいと思いますので、そちらの方もチェック、フォローの方をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。